おお、やっぱ夏美か。わあ、この BGM。 そしてこれはどの部分がどうなって、これ下ベロ出てる、これもしかして、ベロか。やっぱ夏美さんが仰向けになって横たっている。顔はドス黒く変色し、うわ、ドドメ色。大きく開いた口から硬直した舌がナイフのように突き出ている。あ、出た、キツネのよりも。あー、そうか、考察か。顔色変わってるってことは、やっぱり昨日本人が自慢げに、あー、ごめん、ここ飛ばしちゃった。襟巻きの下から紫色の跡が覗く。襟巻きで首を締め上げられたらしい。まあ顔色変わってたら、まあ考察ですわな。死後硬直ですか。うわー、右の手首には傷がある。かなり深くえぐられておりし、うわっ、尻骨を見ていた。おそらく手首を切断。あー、なるほどね。なんで？でも。ピレ太郎！陽が僕の袖口をすぐ引っ張った。それで僕もやっと気づいた。陽が耳をついた。わらべ歌。いやー、あったっけ？わあ、ジョローグもよ、ジョローグも呼ばわりですよ、これも。そこも志村のジョローグも、いやじゃいやじゃとないでござる。何がいやじゃと狐子聞けば、ああ、悪たるいたちの風の陣に、ああ、ああ、手足もがれて散歩ができぬ、それがいやじゃとないでござる。ああ、ビュービュービューのザンブラブンと、ビュービュービューのザンブラブン。手足もげなかったんだ。でもやっぱちょっと若い女性の、ということはもうこれも犯人のプロファイリングがちょっとできてきてるんじゃないですか。これも手足をもげないと、その刃物使ったかなんか知らんけど、なんかもう容疑者女性、女年寄りになってくる気がするんだけど、気のせいですかね。恵子ちゃん、かなこちゃん、みどりさん、あのババアの1,2,3,4人かなんじゃねって今この時点で思ってるんだけど、またか、狐の襟巻き。あれも首絞めれるぐらいは力強いんだろう。でも手を もがれかけた跡のある死体、我ベタと同じだ。これまた災いをもたらすかまいたちの風の仕業だというのか。いや、そんなはずはない。人間が、それもここにいる大官が夏美さんを殺したのだ。ただ何のためにわらべ歌の通りに殺人を犯さねばならないのか。部屋の隅には香山さんが焦然とした姿で座っていた。いや、もう香山さん毎回もう奥さん殺されてんじゃん、もうかわいそう。目は真っ赤で泣きつかれて涙も枯れてしまったようだ。その隣には村上さんと小林さんがいた。私を見つけたんだ。小林さんが僕にボソリと言った。また小林さん見つけたの？部屋にいて落ち着かなくてね。館の中をいろいろ回っていたんだが、この部屋の前の廊下に血がついてるのに気がついたんだ。思い切って開けてみたら、この有様だ。鍵はかかっていなかったんですか？ああ、慌てて外に飛び出したら村上さんと清さんが取り掛かってね。犯人の手がかりは？小林さんは首を振った。見つけたのはほんの10分ほど前なんだ。私たちも君たちとほとんど立場同じだ。つまり、何も分かっていない。僕たちは黙り込んだ。部屋の外からまだすすり泣きの声が聞こえてくる。夏美、夏美、なんで死んだんじゃ！お前に死なれたら、わしはどないしたらええや！香山さん、床を拳で叩きつけながら絶叫した。僕は慰める言葉もなく黙り込むしかない。まあ、そりゃそうですわ。もうごめんだ、たくさんだ。次から次へと人が死ぬなんて、ここはおかしい。このままじゃ、私もいつどうなるかわからない。私はうわー、座礁したから、三木本やめとけって。あ、村上さんだった、これ。村上さんが部屋から出ていこうとした。やめとけ、やめとけ、やめとけ。赤山さん、どこ行くんや。うずくまっていた香山さんが、うわー、もう、怖え、このサスペンスのこの流れね。面白くなってきたな、おい。うずくまっていた香山さんがムンズと村上さんの腕を掴んだ。逃がさんで。そうか、わかった。やっぱりお前が犯人かい。わ、バカな、どうして私がこんな女を殺さないならんだ。こんな女やと。香山さんは吠え声を上げた。夏美はわしには天使だった。お前にわかるか。香山さんが村上さんにつかみかかった。ああ、落ち着いてください。僕と小林さんで香山さんを押しとどめた。村上さんが犯人だという証拠はありません。
村上さんもどうせこの島から出ていけっこありませんよ。僕は島が円滑になってしまったことを一度に説明した。みんな口をポカンと開けて僕の話を聞いていた。最初は誰も信じようとしなかった。それはそうだろう。ついさっきまで三日月型だった島が輪になってしまうなんて考えられないことだからだ。キヨさんが大きなシーツを夏美さんの下の上にかけた。そうですな、島が閉じてしまいましたから、三木本様のお船を外界に出すのは無理でございましょう。岩礁を越して運ぶのはかなり難しゅうございます。おい、村上さんが大股に清さんに歩み寄った。どかどか、あんなボスが島が終わりだってること知ってるのか。は、はい。清さんはあっさり肯定した。バーバー、これこの辺りの一帯でございます。50年に一度かまいたちの夜の翌日には、それ先に言えよバーバー。これほんでも海の水位が下がりまして島が輪になることがあると申します。ですから皆様大変珍しい時に居合わせたでございます。キヨさん、僕たちが稀有な体験ができて幸運だと言わんばかりだった。今から100年前、ちょうど明治の中頃でございます。暴風の夜が明けた翌朝、囚人たちの脱獄劇があったそうでございます。アルカトラスなのよこれもう。彼らは小舟で逃げようとしましたが、なんと島はいつの間にか沿岸上になっており、船は立ち往生してしまいました。僕の脳裏には、閉じた岩礁を前に唖然として立ちすくむ囚人たちの姿が浮かんだ。ザバー、投影。背後には館からの追手が迫る。そして捕らえられた彼らは見せしめのために縛り首に、表にある東島の監視塔に吊るされたんでございます。その後あの塔のことを縛り首の塔と申すようになったそうでございます。それが前々回の釜石夜の翌日だけどな、床橋さんが言った。さようでございます。じゃあ前回はけれども夕方、あ、めっちゃ全然関係ないんだけど急に半兵衛生きてえな。けれども夕方には元通りになりますので、皆様がお帰りになられる時にはそのちゃんとですので、何とぞしばらくお待ちいただきとございます。外で待ってろよ、みんなも。中にいる方が危険だよ。今日さ、おどおどと言った。とりあえずこの部屋から出よう、小林さんが言った。人目にさらしたままでは夏美さんがかわいそうだ、小林さんが。香山さんはとにかく私たちは引き上げるじゃないか。もっともな意見だったので、承知した様子の香山さんを残して僕たちは外に出ることして。いや、小林さんやっぱしっかり、一番しっかりしてるよ、この中で。待って。そう言ったのはようだった。ようちゃん、かわいいな、格好はこれ。夏美さんの右手、ちょっとおかしいと思わない？お？握ってるよな。そうだよね。そうなのよね。俺も思った。何か隠してるみたいなね。こうなんか、何か伝えようとしてる感じがあるよね、これね。何か握りしめてるとね。手首を切断しようとした後があまり凄まじいのに見逃していたが、夏美さんの右手は何かをギュッと握り込んでいるようにも見える。これ証拠なんじゃない？加山さん、いいですか？僕は加山さんに一言断ると、かがみ込んでその手を開こうとした。でも結構そうね、死後硬直が始まってるみたいだからなかなか開かんだろう。ダメだ、固まってしまってどうしようもない。そう言って立ち上がると三木本さんが言った。諦めるのはまだ早い。指を包丁が何かで切ってしまえばいいんだ。いや、やめとけやめとか言うなお前。それもうさ、そうなんだけどこいつはもう香山さんは結束をやった。このガキ、ようも言うたな。夏美の指を包丁で落とすだと。冗談にも程があるで。冗談のつもりじゃない。確かに指を切ろうとするのはむごいのだ。これで真犯人を知るか。いや、そんなにガチガチになるのもんなのかね、信号構築って。それで真犯人を知る手がかりが得られれば、あんたも本望だろう。香山さんは後ろようにうなって。いや、切り落とさんでもどうにかなるだろう。とにかく俺はこの手の中に何が入ってるかどうしても見たい。二人目の犠牲者が出た。犯人は三人目を狙ってるかもしれない。格好をつけるつもりはないが、三人目の犠牲を出さないためにも、俺は手がかりを知りたいんだ。得たいんだ。でも、指を切るのはあまりに。切れようというな！人が二人死んだんだぞ！命が奪われてんだぞ！指ぐらいどうってことはねえだろうが！僕は香山さんが また殴りかかるんじゃないかと思いヒヤヒヤしたが、香山さんはうつむいたままだ。それじゃあ多数決と行こう。それなら文句あるまい。俺に賛成して指を切る方がいいと思うものは。
挙手したのは三木本さん、小林さん、村上さんだった。うん、俺が言い出したことだから仕方ないな。結果にはしてくださ。三木本さんは苦笑いを浮かべると部屋を出て行こうとした。待て、加山さんが言った。わしもそのせいや。加山さん、夏美の恨みを晴らしたい。しながら指は諦めるわ。加山さん泣いていた。今日さ、台所の台所から何か切るもの。小林さんが、いやマジや、小林じゃねえかよ。わし横向いとるさかい、あんたやってくれ。加山さん包丁を三木本さんに渡した。俺が、いやいやっちゅんか。その女房の指切るいらしいや、責任取ってもらおうぜ。加山さんは包丁をぐいと三木本さんに押し付けた。まあそうなるわな。三木本さんはしばらく包丁を見つめていたが、いいだろう、俺がやる。うわ、三木本さんは夏美さんの傍らにひざまずき包丁を振り上げた。なんか普通にえいって開けるんじゃない？待って、僕は声をかけた。もう一度だけみんなで指を開く。そうそうそう、普通に開くと思うんだよ、あのこんな大の男どもの手で。切るのは、うん、その後でもできますし、そう、もう一回ぐらいやってみてもいいんだね。三木本さんが額の油汗を拭った。チッ、気合がすごれたぜ。心なしかその声はほっとしてくらった。そうそうそう、僕、小林さん、三木本さん、それに廊下にいた敏夫さんも呼んできて、夏美さんの指は一本ずつ握り、力を込める。ギリギリ、ギリギリ。という感じで少しずつ指が開いていった。やったぞ！三木本さんが弾んだ声で言った。よかった、切らなくて。手がめっちゃ手だな、これも。なんだこれは。てか、そうだよね。あの、珍しいよね。あの、この、かまいたちのように、あの、シルエットじゃなくて、さっきバキバキ手だったよね、これ。なんだこれは。小林さんが夏美さんの手の上からつまみ上げたのはマニキュアの小瓶だった。ほう。色は緑色。おっとおっとおっと。緑ちゃん狙われ、あれじゃない、疑われんじゃないこれ。ほらほら、さっき言ってたじゃないのこれ、ロビーで。昨日か。どことなく陰影がある深い緑だ。どこかで見てもね、ちょっと緑ちゃん。これは夏美のもんやない。加山さんが断言した。これ緑さんのやつだ、これも。この部屋には化粧台もない。夏美さんはよその部屋で殺されてここまで運ばれてきたんじゃないか。あ、三木本さんだ。三木本、ぐろりと見渡していた。そういえば床についた血の跡はそれほどでもない。三木本さんの説に皆が納得した。もしかしたらこれ、ダイイングメッセージじゃないかな。何やその、ダイイング、なんとかっちゅうのは。違った。小林さんだ。あ、これ俺か。殺された人間が犯人が誰かを示すために残すメッセージのことですよ。夏美さんはこのマニキュアで犯人が誰であるかを僕たちに教えようとしたのかも。そこまではいかなくても、このマニキュアが犯人のものだという可能ことは十分あり得るな。と、敏夫さん。これ、緑さんなのよ。緑さんなのよ、この陰影のある緑のマニキュア。村上さん、でもあれなんだよね、秋。だからさっきも言ったけどさ、あの手首があの切ろうとしたんだけど切れなかったということは、多分女が年寄りなんですよ、今の状況的に。ということは、そう、 OL2 人組、みどりさん、ヨウの顔ありますけども、この4人に加えて、あとはキヨですな、ババア、うん、当然のことながら4人の女性は深い極まりない表情で村上さんの背を跳ね返した。村上さんか、誰かこのマニキュアの持ち、これみどりさんのなのよ、だからもう要は首を横に振ったので僕はほっとした。ケイコちゃんとカナコちゃんを顔を見合わせると、ケイコちゃんがおずおずと言った。あの、みどりさんがこれを使って飲みました。カナコちゃんはみどりさんの方を見ないようにして言った。そうなのよ、これね、言ってたよね。珍しいものだからどこで買ったのか聞いてみたんです。そしたら、私じゃない、みどりさんが泣きながら叫んだ。私じゃないわ。確かにこのマニキュアは私も使ってるけど、これを使ってる人って世界中探したら5万といるはずよ。まあそうだけど。世界中じゃない。この島の中の話をしてるんだ。かなり、ま、珍しい、マニキュアらしいな。今、この島にいる女性の中でこいつを使ってるのはあんただけだろう。村上さんがつぶやく、村上さんだった。見てはいけないと思ったが、僕の視線は勝手にみどりさんの指先に向かっていた。その爪には、深い緑色が
枝豆のごとく塗られていた。ずんだシェイク。サリオのずんだシェイクみんな好きだよね。あれは美味しいけどね。でもずんだ俺好きじゃないんだ。そんなに珍しいものじゃないわ。これだって、なかなかいいからって人に勧められただけなのよ。いやーもう気が動転しますよ、みどりさん。まあそりゃそうなるよな。夏美を殺したのは、あんたやったんか。加山さんがのっそり立ち上がるといきなりみどりさんに踊りかかった。やめとけ、やめとけ。あんたが、夏美を。違うんです。逃げようとして倒れたみどりさんに加山さんがつかみかかろうとする。待ってください。俊夫さんが加山さんの両手をつかみ押しとどめた。みどりはずっと僕と一緒にいたんだ。それにみどりは人殺しなんかできる女じゃない。何かの間違いだ。そのマニキュアが動かぬ証拠やないか。そんな。みどりさんは立ち上がると、うわぁ、やめとけ。ほら、み、逃げていきよった。やっぱりあいつが殺したや。みどりを侮辱せんな、ドス。殴られた加山さんはさっきを見投げらした目で敏夫さんを睨みつけた。やめないか、二人とも。小林さんは割って入ろうとしたか。手出したら怪我するぜ。わしゃ本気や。夏美の仇取ったのや。僕も本気ですよ。妻を人殺し呼ばわりされて黙っちゃいられねえ。敏夫さんの胸筋、これ。みどりさんが戻ってきた。あ、もしかして持ってるんじゃない、マニキュア。まだ胸にはハンドバッグを抱いている。私のはこの中に入れてあるのだから。そういったハンドバッグの中ないんじゃないの。ちょっとっ、もうみどりちゃん、なんでの、もうちゃんと管理しとけよ、荷物よ。ないわ。どうしたのかしら。確かここに入れておいてあるに。みどりさんは泣きながらそばに座り込んでしまった。シャバンや、わざわざバッグ取りに行くやなんて芝居が細かいの。本当よ、本当なる、信じて。みどりさんは両手に顔を埋めて、うずめて、おえつしていたが、声をかける者はいなかった。あなただけは信じてくれるわね。敏夫さんがほんの少しの間、みどりさんの顔を見つめていたが、やがてうなずいた。あなた。みどりさんは敏夫さんの足元に泣き崩れた。敏夫さんはみどりさんを立たせると、二人で立ち去った。あいつら、逃げるつもりはないやろな。加山さんが憤怒に燃えためれ、二人の背中を、見せていった。無理でございますよ。島側になってる間は。キヨさんがポツリと言った。バーバー、これ。面白くなってきたじゃないの、あなた。2時間半もやって。あの女が犯人だったのかな、これ、村上さんかな。村上さんが感慨深げに言った。人は見かけによらぬものだ。そうと決まったわけではありません。最初の殺人の時には、みどりさんには一応アリバイがありますし、大抵マニキュアを持っていたというだけで犯人、殺人犯を決めつけるのは無茶ですよ。それに動機がないわ。そうなのよ。どうしてみどりさんが初対面の正岡さんや夏美さんを殺さなければないの。そうなのよね。ヨウが言った。そうなのよ。人殺しに理由なんかないんだ。ただ殺したかったから殺す。それだけだ。村上さんが恐怖を煽るようなことを言う。ぽいや、カラコちゃんが。カラコちゃんが悲鳴のような口調で叫ぶと廊下に座り込んだ。これしまくってるわ。まともな人は一人もいないだよ。私帰る。言っただろう、帰れないって。三木本さんも言った。船はまだ7時間以上経たないところし、島が沿岸上になってる間は俺の船も出せん。泳ぐのよ、泳ぐ。島から出ればいいんだわ。無茶言うな。カナコちゃんはそう言って泣きじゃくった。しかしそんなことが無理なのは本人にも分かってるはずだ。まあそうね、パニックになってますからね。わあ、ちょっと待て、これ一作目と同じ展開だぞ。私たち部屋に帰ります。ケイコちゃんが突然言った。ああ、一作目と同じじゃねえか。お前、人殺しと一緒にいたくありません。部屋にこもって中から鍵をかけて。うわあ、でもそれでも正岡さん殺されたのよ。こら待て、正岡の部屋の前にお前のイヤリング押しとったそうやな。お前が夏美殺したんちゃうやろな。このボディコンのこれ、まあ、パツパツなもこのパイオツとケツがもう何も知らないくせに私見たのよ。え、何カラコちゃんはそれだけ言うと、何よ、何を見たの。僕たちは夏美さんのそば
を離れたくないという加山さんの部屋に残すと応接して、まあそれがいいよな。事態を打開するために、そうそう、それがいいな。極力みんなで集まろう。どうして兄は夏美さんを殺したんでしょう。僕はまず口火を切った。無差別殺人かもしれない。だとしたら次は我々の番だ。あ、小林さんだ。小林さんが投げられな口調で言った。俺は小林さんがアビコじゃないかと疑ってるんだが、さっきのことでますますそういう気持ちを強めて。まあでもあれだね、小林さんがうろうろしてる間に人死んでるからな。うん、な、何を言う。この島で立て続けに2度の殺人が起きた。それはそうなるね。2つとも見つけたんだ。そう、それが小林さんなの今んとこ。前には言ったが、第一発見者が犯人というのはよくあることだ。推理小説の読みすぎじゃないのか。それに正岡さんの時はビレ太郎君が一緒だったぞ。こういうのはどうだ。あなたは正岡を殺して一旦部屋に引っ込む。そして廊下の様子を見。あー、なるほどね。可能性だ、これは。一個のね。君を指してます。どっかのドアが開いた音がしたら、少し遅れて廊下に出て、その人物と二人で死体の第一発見者になる。鋭いな、三木本。違う。そんなこと私は。小林さん必死になって否定していたが、突然。そうだ、あんた、清さん。走り控えていた清さんに向かって怒鳴り声を上げた。あんたに聞こうと思っていたのが、大体アビコというのはどんなやつなんだ。え、清さんがぎくりとした顔になった。それがでございます。私はつまり。清さんは旗目にも分かるよううろたえた態度を取った。どうしたんだ、はっきり言ってやれ。アビコは俺じゃないってな。三木本さんも立ち上がった。その清さんは汗を大量にかき、おどおどした視線をこちらに向け出した。アビコはここにいるだけなのか、それとも違うのか、この島に来ているのか、そうじゃないのか、男なのか女なのか、あんた全部知ってらせろ。 いえ、その僕は清さんがかわいそうになってきた。いやでも止めるな、止めるな。相手はお年寄りですよ、そんなにきつく言わなくてもいいじゃないですか。君は黙ってろ。三木本さんは清さんの胸柄をつかまんばかりだった。清さん、怖がらなくてもいいのよ。知ってることを話してくれればいいんだから。それでいいんだから。ようが清さんを落ち着かせようと優しい声で言ったが、それがでございます。それが。え？それがどれなのよ。それがじゃすっぱらわからん！村上さんが大声で言った。もうみんなどうなるんだよ。俺も疲れるじゃねえか、バカたれが、これもう。まさかと思うが。あんた、アビコ知らないんじゃろ、お前ら。実はその、知らないんだって言うんだ。村上様のおっしゃる通りなんでございます。僕たちは顔を見合わした。ということは、全員、アビコ、つまり、容疑者の可能性があるということでございますか。あなたがアビコ竹村を知らないはずがないでしょう。それが。今日さ、またそれが繰り返した。主人には口止めされておりましたが、こう陰惨な事件が起きた後では行ってしまうのをやむを得ますまい。今日さんはやっと思い口を開き始めた。うわ、すげえこれ。なんか特撮のセットみたいな。これ、私の家はキシザル家の当園でございまして、キシザル家が没落した後もずっとここの管理を任されていました。参りました。しばらく前にこの館にアビゴ竹丸と申される方がお買い取りになられたと不動産業者から聞きまして、それですぐにアビゴ様ご本人から電話がありました。自分にこの館の権利が移ったことを、今まで通り館の管理を任せるということ、月々のお手当は銀行振り込みにすること。ということは、あんたアビゴ竹丸に会ったことはないのか。村上さんが腕組みしていった。さようでございます。僕はあぜんとした。1週間ほど前でございます。アビコ様からお客様を多数ご招待してから準備するようにと電話で。それが昨日、急に遅れるから一人でおもてなしをしておいてくれと連絡が。もちろん最初は先に来られるご予定でしたのに。それに昨日は。清さんはそこで少し息をついた。昨日はかまいたちの夜でございました。けれどもアビコ様はそれをご存じなかったようで。その電話でいくらご説明申し上げてもご理解いただけなく。局地的な天候異常なので、この潮位以外のものには理解できないのは仕方がないだろうと。はいはい。海が荒れ、島が閉じて上陸できないかもしれないと申し上げました。最後の船でも主人はやってまいりませんでした。
私は気が気ではございますにしたが、おもてなしすると言っても私一人では。キヨさんは一旦言葉を切ると顔を上げた。私の主人は確かに我孫子竹丸でございます。ですが、顔を合わせたこともございます。ましてや、主人が殺し島に来ているなどと。キヨさんは小さな声になり、信じられないことでございます。私には何の説明も連絡もなく、私にも我孫子様が何をお考えなのか分かりかねます。しかし、電話したことがあるなら男が女が、ああ、それは正岡さんも分かるじゃん、それはじゃあ。男の方でございました。声で分かります。女性が作り声をしていたとしたらどうかな、床林さん。そう言われてみれば。ですが、竹丸とおっしゃるのですから男でございましょう。いや、それいくらでもできるだろう。そんなものペンネームかもしれない。男名前の女性作家いくらでもいるよ。あ、間違った。三木もされちゃう。はい。そうでございます、ね。中性的な声と、はい。最初から男の方だと思い込んでおりましたよね。さらっとかぼそい声で、わかりません。女の方だったかもしれませんが。そう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 。俺の言った通りじゃん、そうそう。我孫子さん、我孫子と電話したが男だと言って、そうそう。それはつまり、キヨさん同様、我孫子竹丸という名前からの先入観に、ああ、そうかそうかそうか。我孫子竹丸は男なのか。なんだこのテクニカルデスメタルのジャケットみたいなこの感じよ。みどりさんは犯人ではないのか。あのね、秋葉のね、イオシスってお店があるんですけど、あの、メイドリーミンのね、向かいあたりにあるんだけど、あそこでいっつもデスコアかメタルコア流れてんのね、なんか。だったらあのマニキュアになった。作り声の説は？よ、かなこちゃん、けいこちゃんは犯人から除外できるのかね。わかった、わからない。何かヒントはないだろうか。僕はこのままで行こうと。ああ、ちょっと待って、これ。ここで失敗すると失敗するやつだ。これ、あ、やっちゃった。昨日の出来事といえば？これ、抜けてるんだよな、一個。三木本さん、待って。わらべ歌がありますと。小林さん、としおさん、みどりさんには招待状が来ていない。あ、そうだった。それ、これなんなんマジで。いや、これ、あの、何、殺害リストなんじゃないのこの招待状ってもしかして。でも、なんで殺されなきゃいけないんだろうね。あと、あの、謎の OL の写真ね、この後出てきますけど。で、かなこちゃんとけいこちゃんは、河村あきという人を人物としてのそう。河村あきちゃんね。そうなのよね。架空の人物なんということにされているんですよ。河村あきちゃん。招待客全員が我孫子竹丸と面識がなかったと。で、三木本さんだけ一人遅れてやってきたと。夕食の時、いや、この BGM これよ、これね。夕食の時、我孫子のメッセージが聞こえた。そして、この河村あきさんの写真が出てきたと、ね。テーブルの下の電源コードが抜かれていった。部屋に戻り、部屋終わりが、決められたと。正岡さんは平所恐怖症だった。そうだね。これ一番最後もないね。三木本さんと正岡さんが口論した。決定ってね、これ。あ、回想するやつか、これ、思い出した。次は、正岡さんが殺されたときは、廊下のから小林さんが、あ、そうだね、俺が廊下でうろうろしてたら小林さんが奥からやってきたと。で、要は部屋で飲み込んでたと。どんどんと起こしたらね。つか、何も知らないくせにってさっきさ、かなこちゃん言ってたけど、あれなんなん、マジで。見たのよとか言ってたけど。正岡さんがどんどん切られて死んで、そうだね。雨はそうだね、すでに止んでいた。うん、正岡さんの死体とわらべ歌の符号、うん。僕たちは各部屋を回り全員起こした。殺害現場は密室の中の密室だった。密室中の密室だった。そうだね。窓の外も剣山いっぱいらしい。で、はしごを使った形跡もなかったと。うん、で、天井に登るのもあの結構斜面がきつくて無理そうでしょうと。うん、でも、どうやって内側から密室作るんだよ、あれ。でも、掛け金の。そうか。掛け金のあの扉だったらどうにか鍵かけれるのか。いや、てかもうさ、外側から鍵かけれる人ってあのババアしかいねえんだよ、これもうババアだろ、これもう。あの手首うまく切れなかったっていうのもさ、非力だったことの証拠なんじゃないのと思うんだけど。一回の人さ、もう何もなかったの、ここ、本当に。あの、ナマズが上がってたのかちょっとあれだったけど、謎だったけど。食堂でかなこちゃんが突然怒り出した。で、ハーバーに三木本さんが入って、うん、
ミキボトはないだろうな今回。夏美さんが死体とわらべ歌の服を、ああでも手首は切れなかった、だから非力だった証拠だよこれ。第一発見者は小林さんだった。まだな、キヨさんから聞いた構えたしよりの話。夏美さんがマニキュアを握りしめていった。これ何じゃあなんで、いやてかやっぱあれなんじゃない、そこは全ての部屋にアクセスできてるじゃんこの犯人がもう犯人分かってる気がするんだけど、分かったそうか、そうじゃないか、そうって何がそうなのと言おう。僕はみんなに言った。僕たちの中にいます。頭の中でいくつかの要素が組み合わさり、一つの大きな像を結びつけた。でも今日さん、ここにいる人たちは別人だって。用の言うのを下げて僕は続けた。思い出してください、昨日の夕食の時、アビコ竹丸の声が聞けましたよね。ところがあの場所にアビコの姿はなかった。これそれで僕たちはアビコ竹丸の得体の知れない印象を受けたのですが、よく考えてみたら、あの場所にいない人物が僕たちに話しかけたり、ましては写真やおもちゃのテーブルを、あ、おもちゃのテーブルに置くことはできるはずがありません。つまりアビコ竹丸は我々のうちの誰かなんです。前置きはもういい。それで言って誰がアビコ竹丸なんだ。村上さんが話す。僕たちをこの館へ呼び、正岡さんと夏美さんを殺したその人物はアビコ竹丸とは。来た。なんで自分選べんだよバカ。あ、すげえ、結構はっきりしてるねこの像が。ようちゃんね、これ元気いっぱいだなこれも。足細。小林二郎このおじさん。久保田敏夫。ガチムシ村上勤む おっちゃん足長えなこれで。かなこちゃんね、これね、さっきハイレグのビキニのとんでもないことになってましたけど、けいこちゃんね、久保田みどり、もうゆさゆさだったらしいけど、みどりさんくびれすぎなのこれも。あ、まさかさんでかいなワリオなのよ頭身が、顔ちっちゃ。ほいで夏美ね、うん、ボディコンの姉ちゃん。ミキモさんも釣り人なのよこれも、うん、そしてキヨ、こいつだろどう考えても。僕たちをこの館呼び、正岡さんと夏美さんを殺したその人物、アビコ竹丸とは。キヨさん、あなただったんですね。なんか状況証拠的にキヨさんなんだけど、そこにいる全員が一斉にキヨさんを見た。わ、私が。でも決定だねえわ、ごめん、これダメなのかも。キヨさんがアビコだなんて信じられないな。証拠でもあるのか、根拠でもあるのか、小林さんがというわけ。僕は先を続けた。50年に一度、この地方に一度だけ暴風の吹く夜がある。その夜、そうだよね、それを知ってる人もまずいない。キヨさんはそう教えてくれましたね。ええ、その通りでございますが。かまいたちのようには物意味のために窓や入り口を閉めなければならない。そういったあなたは玄関の扉を厳重に鍵をかけましたね。ええ、確かに外はの、うん、そう言って吹いてましたが、館の中にいてもうるさいほどでしたが、それは間違いないでしょう。しかし僕はキヨさんが扉に鍵をかけたりは2つあるとあったと考えています。と申しますと、一つは暴風が中に入り込まないようにするため、そしてもう一つは外の様子が見られないようにするためですね。あー、ごめん、どうやって殺したかまでは考えてなかった。まあ逃げないようにじゃないのかな、単純に考えて。これはいやダメだ、これ一個でも間違ったらもうすぐ終わりだからな。これ外の様子を見られないようにするためって、だって外は中にいても分かるぐらいのさ、もうドカドカの風雨だったじゃん。じゃあ逃げらでも逃げらせないぐらいの風雨だったよな。えっていやごめん、そこまで考えてなかったわ。ここ糸口になるの。じゃあ B だろ。僕たちが外に逃げなさいのようにするためですね。まさかそんな、いや、しかし小林さん大きく見られた目で清さんとここに見た。はい、それだけではありません。かまいたちのようなことはこの地方に古くからいる地元のものしか知らないと清さんは言っていました。うん、主人のアビコもそのことは知らなかったのだ。うん、そうだね。しかし思い出してください、1年半前僕たちが登場することに登場人物となったあのゲームのタイトル。そうなのよ、かまいた、それはね俺も引っかかってたんだよ、なんで同じ名前なんだろうって。そう、かまいたちの夜だわ。そう、それは俺も引っかかってた。ヨウが蒼白な顔で言った。
そう、かまいたちの夜という物語を書いた作家が、かまいたちの夜のことを知らない、夜のことを知らない、そんな奇妙な話がありますか。この符号はとても偶然とは思いません。僕はそう言うとキヨさんの反応を待った。しかしキヨさんは怯えた目でじっと僕を見つめているだけだった。キヨさん、もう嘘はいいんですよ。あなたが阿彦竹丸ですね。そんな、とヨウがつぶやく。キヨさんが嘘をついていたなんて。ちょっと待て、マサオカの証言では阿彦は男のはずだぞ。トムロカミさん、そう、そうなのですよ。なぜなら菱田清という人物そのものが嘘なのかもしれません。どういうこと？もしかしたらそのシワだらけの、すいませんが調べさせてもらいます。僕は清さんの顔に触れようとした。その時、おもむろに清さんが言った。申し訳ございませんでした。感電したように清さんを続ける。まさか、当てちゃった、当てちゃった。ほらもうおかしいじゃなくて、すべての部屋にアクセスできてさ、ね、だ、あの言ったけどさ、右手の手を切れないとかさ、もうだから女子供かババア、あと女子供年寄りの仕業でございますよ。うん、で、そう、すべての部屋にアクセスできるって考えたら、どう考えてもこのババアなのよね。マスオカ様と夏美様を私がこの手にかけました。なぜだよ。もはや誰も何も言うことはなかった。ただ終わったという言葉だけが僕の頭の中を支配していた。でもどうして、小林さんが口を開いた。どうして正岡さんや夏美さんを。しばらくの間、清さんは目を伏せたまま押し黙っていた。が、やがて、蚊の鳴くような声でつぶやいた。すべて、過ちなのです。そして、再び沈黙した。黙っていたいなら、それもよかろう。三木本さんが言った。だが、迎えの船が来るまではどっかに閉じ込めさせてもらう。自白したと言って、言っても、人を二人も殺した人だ。安心はできない。地下室がいいだろう。あそこなら外から鍵がかけられる。村上さんが冷淡な口調で言った。いやでもこの館の全てを知ってる人間をそこにいいのか。もう応接室のそのさ、何、ソファーに縛り付けておくぐらいの勢いじゃないとダメなんじゃないの。あとは警察が調べてくれるだろう。これで終わったわけだ。三木本さんが言った。もしかして、俺クリアしちゃったこれ。夕方になり僕と湯は海の見えるを変え、湾の様子を見に行った。あ、三日月になってる。チェイスに沈めかかってる夕日が見える。戻ってる、水位が上がったんだ。島を円環にしていた岩礁は消え、内湾と海湾は海で繋がっていた。ねえビラ太郎、あれ、生きに乗ってきた船じゃない。あ、ヨウが指さした方へ顔を向けた。木の葉のような歯がこ、あ、話せねえ。船がこちらに向かってくる。迎えの船が来たんだ。みんなに知らせましょう。僕たちは駆け足で館に戻った。ちょっと大丈夫これ。超バッドエンドになってそうだけど。扉を開けると2階へ上がろうとする小林さんの姿。あ、よかった、生きてた。小林さん、迎えの船が来ましたよ。喜ぶ僕に対し、え？小林さんは険しい目を向けて。ああ、だからみんなの見えるところに縛っとけって言ったじゃねえかも。それどころじゃない。キヨさんが、どうかしたんですか。とにかく一緒に来てくれ。僕たちは小林さんに連れられて地下室に行った。鉄の扉は開いていた。その下にぐるぐる巻きにされていたはずの鎖と南京錠が落ちている。中に入ると懐中電灯を持って佇む香山さんの姿が見えた。香山さん。カヤマさんは懐中電灯を床に向けた。ちょっと様子を見に来たら、こんなありさまや。そこにはキヨさんを縛っていたはずのロープが、の束が落ちていた。ロープの先端は綺麗な断面になっていた。鋭利な刃物で切られたのだろう。誰がこんなことを。わからん。誰か、仲間がおったやろな。仲間。他にいなくなった人は？僕は尋ねた。いない。今、三木本君と敏夫君が清さんを探しているが、それが応接しているよ。小林さんが答えた。それは、我々の中に共犯者がいるという答えでもあった。清さんが夏美さんを殺したのは間違いない。
だからキヨさんがアビコタケマルだと思っていた。そうね。だがそのキヨさんを逃がした何者かがいるとなるともう分かりませんな。その人物がアビコなのか、犯人は二人組なのか、すると一体誰が、分からない。分かるのはキヨさんがいなくなったこと、そしてうわ、再び悪夢が始まったことだった。誰？